はいどうも、タコこじです。今日はですね、えー、雨上がりガリ決死隊の宮迫が、えー、吉本工業を首になったことについてちょっと思うことが、えー、ありまして、まず、あ、その闇営業の件で、この一連の件でね、だいぶ大きなニュースになってて、で、まあ宮迫自身も、まあ3年前の、えー、まあ、犯罪者の中で、まあそういった金銭の受け渡しのあった、まあそういうことをやったということなんですけど、まあこれ実際、その、 まあ、例えば、ヤクザと、まあ、ヤクザ関係なくても、まあ、犯罪集団とかでも、まあ、そのイベントの執行とそういう結びつきみたいなのは、もう昔からあるっちゃあるんですよ。歴史上としてね。ただ、まあ、もう今は多分ほとんどなくなってると思うんですよね、そういうのが。で、まあ、そういったこの芸人のそういう昔からの積み重ねがあって、 多分、その宮迫自身も入江の県にしてもそうですけど、多分ね、その先輩たちがやってきたその石みたいな歴史があるから、自分たちもやっても大丈夫なんだっておそらく思ったと思うんですよね。で、ここで一つ思うのが、で、まぁ、あ、結局、クビになりました。まああの、島田晋介のはあれから始まってると思うんですけどね。で、これクビになりました。だけど、吉本工業は、えー、まあ、改善はしようとしないわけですね。で、 えー、契約書も別に書かないし、えー、まあ今後と変わりない、えー、やり方はやると。ただ、芸人についてはもう自己責任でどうぞよろしくってことなんで、まあ、それはちょっとどうなのかなと思って、やっぱり、吉本に所属してる芸人さんなんで、吉本興業が管理するのは僕は当たり前だと思ってるんですよ。で、それをちゃんと、このエンタメもやっぱり時代とともに変わっていく。うん。だからもう何十年前と同じようなことを、 やってちゃ、まあ、ダメというか、まあ、時代は変わってくんで、エンタメのやり方もね。で、今こうやってこう SNS でドーンってさらされる時代なんで、やっぱりもう、その、まあ、吉本工業はクリーンな工業ですよ。吉本工業はクリーンな会社なんですよ、みたいなことを、まあ、言ってましたけど、えー、だけどその改善をしないっていうところにいい、ちょっとどうなのかなっていうところは正直思ってて。でね、結局あれだけ活躍、島田紳介もそうだし、 ま、それ、いいとは言わないよ。その、闇営業してて、つながりがある、あった、そういう人たちと、う、えーいろいろやってたっていうのは、正直言うと、悪い。悪いけど、それはもうずっと歴史があって、先輩たちの見てて、俺たちもじゃあ大丈夫だろう、みたいなことがあって、そうなったんだと思うんだよね。だから、それを、まあ、私たちはクリーンな会社ですよ、とは言ってるけど、クリーンな会社にするんですよって言ってるけど、でもその中身を全然改善しようとしてないじゃん、結局。 あの、契約書を交わしたりとかもしませんって言ってたし。で、これで一番誰が、まあ、損してるっていうか、悲しむかっていうのは、やっぱり、島田紳助にしても、宮迫にしても、こうテレビをね、テレビで視聴者を笑わしてた、楽しませてた人たちなんですよね。だから、本当に視聴者からただただエンタメを奪っただけの会社になってる。吉本興業が今。エンタメを、 商売にしてる会社が、視聴者からファンから、エンタメを奪ってるわけなんですよね。この矛盾がすげえどうなんだろうってすげえ思ってて、あの、本当にクリーンな会社で、エンタメの工業として、えー、やっていきたいんだったら、もう俺も関西人だから、だからもう昔からこう、吉本の芸人さん見て育ってきたわけですけど、本当にね、吉本工業に、 所属してる芸人さんたちは何もだから逆に悪くないと。まあ、そのまあ闇関係以外のね、今所属してる人たち、対象何も悪くないけども、吉本工業に所属してるってだけでやっぱちょっとこう、印象やっぱ悪くなりますよね。ちょっとね。うん。だから会社自体、吉本工業自体が、視聴者、ファンからエンタメを奪ってるっていうこの状況。これはどうなんだろうって思うっすよね、僕的には。 ここの辺をね、えー、ま、吉本工業もどんどん変わっていってほしいと思います。まあ、会社なんでね。会社ってほら、流れによって変わってくるじゃないですか。それもちろん変わらないものもたくさんあるんですけど、まあ、変わっていかないとこもいけないとこもあると思うんですよね。たくさん芸人さんがいて大変だと思うんですけど、やっぱりこう、これからも、ええと、ファンを楽しませてくれるような、えー、ある意味、本当の意味でクリーンな、え会社になってほしいなと思います。今日はそれでございした。田中子でした。